もはや万に一つも勝つ見込みはあるまい。となれば真田の名に恥じぬ死に場所を求めるのみ。真田幸村は油断ならぬ男、迂闊に近寄るな。兵力は我が方が圧倒的だ。見せることはない。時を稼がれては兵の少ない我らが不利。敵を真田丸に誘い込む。幸村の戦始めるぞ。おのれ負け犬がちょろちょろと。よし、もう一軍団を誘い出せ。押されておるのか、ひるむな。真田丸、指導せよ。手こわいよ。本丸に砲撃を浴びせろ。戦が嫌になるまで。敵将討ち取ったり。なかなかやるようだな。敵将討ち取ったり。こんなところで負けられないよね。いざ参る。手ごわいようだな。今こそ秀頼様が陣頭に立たねば、死んでいった者たちが報われぬ戦になる。開門せよ真田幸村。秀頼様にお目通り願う。開けるな。真田は敵に通じ通りやもしれぬ。開けてしまえば本丸が危うくなるしな。この国を呼んで味方を信じることができぬとは。味方か。勝長殿であれば、あるいは手強いようだな。よしこそ天下に名高き強者であろう。開門せよ真田幸村。秀頼様にお目通り願う。秀頼様にご出馬を願うのか。幸村殿、我らもお手伝いいたそう。皆敵を食い止めよう。
手ごわいようだな。押されておるのか、ひるむな。手ごわいようだな。秀頼様、今すぐ御出馬を。さすれば兵の士気上がり、勝機も見えましょう。私を信じてください。必ずや勝利してみせます。承知した。真田殿は戻られよ。徳川の天下に味方？バカめ！伊達の武名を天下に示す大きなだけよ！行くぞ！秀頼様の信頼に応えねば、ご出馬は叶うまい。押されておるのか？来るな！手ごわいようだな。敵将を撃ち取ったり！バカな！私たちも元に捨てられた。あのご出馬を待つのみだ。頼む。消されておるのか。手ごわいようだ。皆の者、かかれ！敵のようですね。勝つなどと言っておくとが、やはり秀頼様を危険にさらすわけにはいかない。分かってはいたが、よし、全軍突撃！豊臣の意地を見せよう！すべて整える。よし、全軍突撃、豊臣を根絶やしにせよ。負け戦だが、私の内なる闘志はそれを拒む。これが武門の意地か。家康の首、必ず！はい、
撃ち取ったり。私たちももたもたしてられねえぜ。敵将撃ち取ったり。こんなところで負けられないよね。敵将撃ち取ったり。私たちももたもたしてられねえぜ。真田の息の根を止めろ。そこから出すな。この男で魂くじけはせぬ。血が抱かる者は斬る。こんなところで負けられないよね。天下に名高き強者であろう。なんという男よ。だがもう続くまい。兵糧も尽きるであろう。もはやこれだ。このように逃ぐるは味方が払いだ。来るがいい。もののふ、ラウラウ。もののふの居場所はなし。お主なかなかやるな。
手ごわいようだな。武士こそ天下に名高き強者であろう。いざ参る。武士こそ天下に名高き強者であろう。天下は我が手にあり、雪村も今頃半蔵が。服部半蔵様、討ち死に。なんだと。右翼、中央に展開せい。雪村を止めや。やつは不死身か。雪村殿、お印ちょうだい。あっぱれ真田、日の本一の強者なり。今戦国が終わった。